循環小数、循環小数、循環小数、リカリングデッサムル、ラピーティングデッサムルとは、ある桁から先で、同じ数字の列が無限に繰り返される小数のことで、ある。繰り返される数字の列を、循環節という。より細かく、小数第1位から循環が始まる類を、循循環小数、ピュアリカリングデッサムル、小数、第2位以降から始まる類を、 混合循環小数、ミックスのリカリングでスサムルといい、混合循環小数は、冒頭の有限小数とそれ以降の循環小数の二つに分離される。例えば、重心法のイコール0.3333は、小数点以下、3が無限に続くので、循環小数であり、この循環節は3である。この小数は、十三や三十三等の、 繰り返しでもあるが、これを循環節とはせず、最短の数列を循環節とする。もう少し複雑な例としては、重心法のイコール2.2234234は、小数第3位以下の234を無限に繰り返すので、循環節が234の循環小数である。同じく、 十二進法の十分の一イコール零点一二四九七二四九七は小数第二以下の二千四百九十七を無限に繰り返すので循環節が二千四百九十七の循環小数である。小数の表示は十0進法に限らず他の N 進法で同様である。例えばを日地法の小数で表すと零点一零一零一零であり、 循環節が10の循環小数である。他にも、6進法のイコール0.1111であり、循環節が1の循環小数である。20進法の11分の4イコール 0.7591g であり、循環節が 7591g の循環小数である。有限小数も循環小数の一つであり、口述。 例えば、重心法の1、2イコール0.50000と、0を無限に繰り返す循環小数である。ただし、循環節が0の場合は特に明記する必要はない。割り切れる有限小数も、循環小数として表すことができ、その循環節は0、0桁ではなく、1桁の、0である。しかし、小数第1位が小、小マイナス1で、小数第2以降が、 桁の底マイナス1からなる循環症とみなす見解もある。例えば、12進法のは通常0.4と表すが、これは0 2 4 0 0ということであり、循環節が0の循環小数である。つまり、有限小数は循環小数、無限小数の特別な場合と見ることもできる。一方、0.3倍と BB と表す見解もあり、これは循環節が b11 の循環小数となる。同じく20進法のも通常0.4と表すが、これは0.4000ということであり、循環節が0の循環小数である。つまり、有限小数は循環小数、無限小数の特別な場合と見ることもできる。一方、0.3jjj と表す見解もあり、これは循環節が j19? の循環小数となる一般に、正の実数について、有限小数は2種類の循環小数で表せ、逆に、2通りに、小数表示できるのは、その一方が有限小数である場合に限る。有理数が有限小数表示を持つのは、6進法や12進法なら分母の素因数が2と3。一般には、奇数の約数たる素数。 重進法や二重進法なら分母の素因数が二とも、一般には、奇数の約数たる素数のみであるときで、またそのときに限る。円周率や2の平方根といった、循環小数でない小数は無理数である。有理数は、循環小数に表示でき、逆に、循環小数に表示できる実数は、有理数に限る。2.2234234のような表記では、 循環節がどの部分であるのか一見してわかりにくいため、循環節を明示する表記法がいくつかある。例えば、循環節の始まりと終わりを点で示し、などと書く。前者の例では3が繰り返されることを意味し、後者の例では234が繰り返されることを意味する。他に、循環節を乗船、または、下線で指定したり、括弧では3で指定する方法もある。例えば、 2.2234、2.2234 22や2.2、234といった表記である。循環節は整数部にかかってはならない。つまり、イコール9.09090 90、イコール9.09を9.0としたり、イコール90.9090 90 90、イコール90.90 90 90を90としてはならない。無限小数の厳密な意味は極限の概念を用いて定義される。 特に、循環小数が表す数は無限等比級数、すなわち、等比数列の和の極限とみなすことができ、ゆえに、有利数である。例えば、である。より一般的には、冒頭のループしていない、有限小数部分を分離し、A と置き、ループ部分すなわち循環節の小数表記を B、節の長さ、 桁数、0.370370、ならば0.37のループであるから3を n とすれば、となる。ところで、9数部分の相和は、であるからと書けることがわかる。この方法を、ロバートソン、J ロバートソン、1712から1776の方法という、やや厳密さに書ける説明として、以下のようなものがある。当期、両辺を倍した式と、 引くと、循環部分が打ち消し合ってとなる。よって、x、イコールがわかる。循環部分が打ち消し合うという部分が曖昧であるが、無限等比級数の値の計算と同等である。ことから、この計算は正当化される。2と5、一般には、奇数の約数たる素数以外の素数、p の逆数の循環節の長さは、p1 の約数である。 有限小数の循環節の長さを1とするなら、2と5、奇数の約数たる素数もこの条件を満たす。このことは、の循環節の長さが、キロであることと、11、もっと P が同値であることから、初等的な分論により導かれる。これが、ちょうど P1 となるような素数、P は、小さな順より、2を除いてである。このような P に対するの循環節は、 循環数となる。例えば、の循環節142857や、の循環節0588235294117647は、循環数である。素数を、逆数の循環節の長さが、奇数のものと偶数のものに分けると、が、偶数が奇数である。より厳密な表現では、n 以下の素数について数え上げた場合の n への極限がその比率となる、 中と、一般には、奇数と互いに元な自然数、n の逆数の循環節の長さは、カーマイケルの定理のラムダ関数を用いた場合、高々からムダ、n 桁である。また、有理数を整数倍したり、分母、n に対して奇数に含まれる、素因数をかけた場合、循環節の長さが増すことはない。最も素朴には、十分な桁数の小数表記を求め、 その繰り返し周期を見つける。ただし、同じ数字の並びが現れてもより長い周期の一部かもしれない。例えばイコール0.1212123の循環節を12と求めてしまうかもしれないので、循環節の長さの上限を事前に知っておかなければならず、それだけの桁数まで求めて、初めて循環節を求められる。上限としては一般の有利数にて挙げたものがある。他 素因数分解の手間をかけたくなければ、分母1が使える。割り算を筆算で求めれば、あまりに同じ数が現れた時点で繰り返しに入ったことがわかる。例えば、重心法の小数表示する場合、次のような計算を行う。これ以降は、同じ計算の繰り返しとなるので、イコール0、142857であることがわかる。 この例では、整数を7で割った小と余りを計算することを繰り返している。一般に A を B で割る筆算では、ある整数を B で割った小と余りを計算することを繰り返すが、B で割った余りは0から B1 の B、同時しかないため、余りが0になって計算が終わるのでなければ、必ずどこかで同じ余りが出現して、同じ計算の繰り返しとなる。ゆえに、 有理数を小数表示すると循環小数になる。この方法では循環節の長さの上限を事前に知っておく必要はないが分母1以下であることがこれによりわかる。奇数に素因数として含まれない素数 P の逆数に対しては循環節をメートル桁とすると10から1は P では力入れ小が循環節となるので P1 の逆数それぞれに対し10から1が p で割り切れるかを試せばよい。メートルが小さい順に試せば、計算量を節約できる。例えば、イコール0.333に対しては3、メートルイコール1も33、メートルイコール2もこれを満たすので、小さい順でなければならない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。